や、ほんま最高。いや、これだな。いや、それな、やっぱ夏飲みにたまらんな。ちょっと疲れたから、休憩していい？まだ5月前に時間あるから、いいんじゃね？家の用事で富山県に行くことになった。初めての富山だけど、あんまり富山ってイメージがないから正直不安だな。あ、そういえば富山って海あるのかな。お、こことか絶景じゃん。ちょっと楽しみになってきた。まずは海から行くか。ついに着いた。山。ねえ、君一人？隣いいかな？よいしょっと。ねえ、君どっから来たの？神奈川県ですけど。へえ。富山のどこが好き？え？海かな。富山で一番いいのは山だよ。山？そうだ。案内してやるよ。腹減ったな。おすすめのラーメンあるから行こう。マジで。
次に二人がやってきたのは黒部宇奈月温泉。町中から溢れ出る温泉。うわあ、すげえ。目の前には大自然が広がる黒部峡谷。旧山彦橋を通り、そこから見える景色、下に流れる黒部川、そして異世界へ向かうようなトンネル。トンネルを抜けると白エビのかき揚げ。ここでお昼休憩。できます。できます。サクサクで甘くて美味しい。ごちそうさまでした。富山巡り楽しい？うん、よかった。旅の最後に連れてきたかった山だ。山か。今からこの山に登るよ。え、今から？早く行くよ。な、登りきれなくて。まあ別に大丈夫だよ。あ、いいところあるから今から行かない？ああ、別にいいところ。Thank you.
た遊んでくれる？夢？